ガマントスラジオ始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のテーマは本日行われましたサガン鳥栖対徳島ヴォルティスの試合の感想会です。よいしょ、よいしょ。結果から申しますと、サガン鳥栖の2対0の勝利。いやー、いい試合でした。完勝でした。まあね、今回テーマ3つ、前半、はい、そして後半、それぞれの振り返り、今シーズンリーグ初出場しましたドゥンガ選手の印象などちょっと喋っていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまず前半からちょっと今日も振り返っていこうかなと思うんですけれども、はい、まず前半は、まあ、0対0で折り返すような形になりましたけれども、見ててどうでしたか？まああれですね、まあ、お互いちょっと様子を見てるような印象というか、うんうんうん、まあ鳥栖側の視点でいくと、うん、やっぱ徳島は結構まあ、うまく作られたビルドアップというか、うん、丁寧に繋いでくるっていうのもあったんですけど、そこに無理に食いついてしまうと、やっぱね、裏のスペース1本ポーンと蹴られて、うん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 、セカンドを拾われてとか、うん、まあ、これまでねそういう形の失点とかもあったし、うんうん、っていうところで、まあ、キーパーまではプレスははっきりといかないようにはしてたんじゃないかなと、うん、やっぱそこ食いついてしまうとね、裏でずれが出たり、はい、金監督も警戒したようにその裏のボールを使われたとかあったんで、うん、ただ一方で徳島側は、まあ、キーパーも結構頻繁に使いながらっていうところで、うん、まあ、徳島も前には進めず、うんうんうん、もあまりうまく前から奪えずみたいな、うん、でまあ鳥栖側もちょっとね細かいパスミスとかも多くて、まあ、リズムもはっきりつかむわけじゃなく、まあ、確かにどっちもなんていうかな、リスクは犯したなかった前半っていうような印象やな。まあまあまあ、たまにあるよねこういう前半は。徳島のチャンスもほぼほぼポゼッションでつないでいってっていうよりは、ちょっと長いボールバーンって蹴って、そこから、まあ、ちょっとセカンドボール拾えてとか、あとはトスのディフェンスラインからのビルドアップのところでミスが起きたのを奪ってチャンスとかなぐらいしかなかったから、うん、ミスからの決定機はかなり危なかったですね。まあ、前半最大のトスからすると、まあ唯一と言ってもいいかな。でもピンチ、あそこやっぱ決まってるとちょっとまた違う試合になったかなっていう印象はあるけど、うん、まあちょっとあれは助けられた感はあったな。うん、まあまあ、というお互い様子見の前半が終わって、うん、まあ、後半、うんうんうん、まあ、トスがプレッシングの、まあ、ギアを一つ上げたかなっていう印象があって、うんうんうん、ここでね一気に奪ってショートカウンターっていうのも増えて、うんうんうん、まあ、トスに流れが来たかなっていう感じで。そうですね、まあしかもあのまま 0-0 でね、残り15分10分みたいな感じになると、逆にちょっと点取らなっていう感じで焦りが出てくる前に1点取れたっていうのが良かったですね。うん、でまあ先制のシーンですけど、はい、これ僕らのプレビュー大ハマりじゃないですか結果的にね。うん、あのシーン見返してたんですけど、うん、まあ徳島の最終ラインから縦パス1本入ったところを松岡と仙頭と中野、うんうんうん、3人で囲んで、うん、まあ、そこで奪って、うんうん、でも最終松岡から樋口に、うん、はいはいはい、で樋口から山下、はい、でゴールと。いやあれ山下のファーストトラップ良かったな。いやほんまにそうやね。まあシュート自体はね相手に当たってちょっとラッキーな形でいいコースに入ったけど、うんうん、
まあ、そもそもあの位置で、あのいいファーストタッチからシュート打てたっていうことが。そうやな。うん。やっぱ打てばね、あんな感じで何か起こりするから。いや、そういう流れが今、トスに来てるよね。で、まあ、マッキーがプレビューで言ってくれたように、山下がね、やってくれましたよ。はい。駅の男がやってくれました。ホームで強い駅の男が。プレビューで言ってた通りですよ。駅前不動産スタジアムで山下選手は決めるんです。さすがですね。いや、素晴らしい。じゃあ2点目のシーンはどうですか？セットプレーですね。まあ、今これまでもまあセットプレーで、なんていうのかな。まあ、そこをこぼれ球を拾ってゴールみたいなシーンとかはあったと思うけど、もうセットプレーコーナー蹴ってもフリーになって押し込んだみたいなシーンはあんまり今までなかったような気もするんやけど、まあドンピシャリみたいなんじゃないけどな。まあドンピシャではないけど、まあちょっと徳島側はセットプレーから失点が続いてたみたいで、まあちょっと守備側の対応のミスも含めあったかなと思うけど、うん、うん、まあまあいいボールから、そうやな、ボールの質が良かったよね。うん、まあ、何せ銭湯が取れたっていうのはね、すごい大きかったね。いやー、ヒーローインタビュー嬉しそうやったな。うん、こんなに笑ってる銭湯初めて見たみたいな言ってたもん。J1 初ゴールやろ。うん、いやー、これはめでたい。いや、ほんまにあとはゴールだけみたいな形やったからね今まで。まあ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 、全試合出場してるっていうところで、うん、まあ、チームへの貢献度はすごい大きかったと思いますけれども、まあ、目に見える結果がね、うん、こうしてゴールっていう形で出て、さらに今後期待ですね、先頭選手には。はい。ということで、まあ2点取って、はい、まあね、リードも2点あったし。2点取ってからはね、先制点取れてからはもう、基本、トスのペースで進んだ、まあある意味、徳島を寄せつけなかったというか、強さが、際立ったんじゃないですか後半は、もう守りきるというよりは、うんうんうん、もうプレスどんどん前から行ってどんどん取れてたし、うんうんうん、すごい安心して見れましたね。まあ3点目4点目のチャンスも全然あったと思うし、そして後半残り時間は少なかったですけれども、ドゥンガ選手も出てきました。はい、どうでしたか実際プレー見てみて。やっぱね、背が高いし、まあまあ目に見えてはっきり分かる、あのデカさは、うん、リーチも長いよな、うんうん、その分なんで、まあポストプレー、まあね、今林もまあ収めれるし、山下も坂井も前線で張れるけど、うんうん、それ以上のパワーを期待できるというか、うん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 、やし結構な、背負うときなんか足裏でコントロールしてうまく収めてみたいな。俺もそれは思った。足元結構うまいな、うん、なんかあれやな、そのポストプレーというかキープするところだけ見ればなんかちょっとイバルボを思い出すような、うん、ああ、はいはいはい、うん、やっぱリーチの長さ生かしてさキープしてくる。ああなったらディフェンスボール見えへんやろうし取られへんよな。うん、特になペナとかで背負ったら余計ファールできんし、うん、これフィットしたらまたオプションが増えて、もう監督が悩み放題ですね。いい悩みですね。うん、まあまあこれからね、夏場でかつ連戦ってなってくるとね、やっぱりどうしても選手がちょっと疲れてくるとかいろいろある中では、まあ、まだねこれ一つオプションとしてドゥンガ選手いいんじゃないですか。もしスタメンで出るとかなるとね、得点以外の仕事で今相当ハードワークしてますから、スタメンで出てる選手はフォワードも、うーん、その部分がねどこまでやれるかっていうのはあると思いますけど、確かに守備あってのトスのサッカーみたいな感じやもんな、うん、フォワード陣のフォワードがまずコースを限定してっていうところからやから、まあまあでも期待はねできますね、ゴージャ選手もドゥンガ選手も。まあ、というところで、まあ、ちょっと次は、水曜日にまたルヴァンかな ?3 で、週末、確か広島とですかね、またホームで。はいはい。になってくると思いますので、まあ、簡単にちょっとじゃあ、次節に向けて、どうですか。
まあ、広島は、まあ、かなり手堅くね、勝ち点取りに来るイメージあるんで、ちょっとね、ここに来て勢いというか、結果はついてきてないようですけども。今日ちょっとヴィッセルにね、3-0 で負けてるみたいなんで、まあ逆に言うとね、修正してくるでしょうから。うん。でもなんか広島ってすごい苦手なイメージあるんだけど。確かに去年のトス対広島の戦績を見てもトスは勝ってないみたいなんで、まあちょっとじゃあ難しい試合にはなりそうですね。そうですね。やっぱり守備が固いチームとかはね、じれずにどこまでできるかっていうのもあると思うんで。まあ、ただここ3連勝できてますんで、その勢いをね絶対止めたくない、いやそうですよ、ここ4連勝、まあホーム連戦ですしね、じゃあちょっとまあ1回ロバンは挟みますけれども、次節もしっかりサンフレッチェを倒してもらって上位に食らいついていきましょう。はい、応援していきましょう。はい、じゃあ今日はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。